お世話になっております、マサルです。今回は半二重と全二重について一緒に勉強していきます。半二重はトランシーバーのように一方通行であるとよく言われます。トランシーバーは話すことと聞くことが同時にはできません。つまり送信と受信同時にできないということですね。一方全二重は双方向の通信が可能です。話すことと聞くことが同時にできる電話のように送信と受信が同時にできます。簡単にまとめると半二重全二重これだけなんですけど、これだけだとちょっと物足りないですよね。今回はちょっと寄り道もしながら半二重と全二重について知識を深めていきたいと思います。それでは始めていきましょう。今回は半二重と全二重のお話なんですけども、それだけだとすぐ終わってしまって面白くないので、ちょっとだけイーサーネットの歴史という話に寄り道してみたいと思います。イーサーネットはもともと同軸ケーブルというケーブルを使って通信するために規格化されていました。同軸ケーブルは半二重という作りになっており、送信か受信どちらかしかすることができません。何かしらのトラブルで同じタイミングでデータを送ってしまうと、データ同士がぶつかってしまってコリジョンが発生します。このような衝突が発生しないようにしたり、衝突が発生してしまったとしても衝突が回線に与える影響を少なくするための仕組みが必要です。その仕組みが前回勉強した CSMA/CD というアクセス制御の仕組みでした。つまり初期のイーサネットは CSMA/CD のようなアクセス制御と半二重通信が前提とされていました。念のため前回の復習になるんですが、簡単に CSMA/CD を復習しておきましょう。 CSMA/CD の CS はキャリアセンス、共有しているケーブルを自分が使ってよいか確認してくださいねというルール。マルチプルアクセスはみんなが同じ送信権限を持って利用しましょうねというルール。そして最後のコリジョンディテクションは、コリジョンが発生した時にはジャム信号を送ってランダムな時間待機してくださいねというルールです。このようなルールでアクセス制御を行うのが CSMA/CD でした。ただこの仕組みがあるゆえに通信が高速化しにくいという問題も実はあったんです。いちいち通信状況を確認しなくてはケーブルを使うことができない、送信権限はいつ自分に来るかわからない、コリジョンが発生したら待機しなくてはいけない、これらの制約は通信の高速化の大きな壁でした。理想としては利用状況や送信権に関わらず、いつでも使いたい時に使えてコリジョンが発生しないような通信を実現したかったんです。そしてその理想の通信はスイッチの技術と UTP ケーブルの全二重通信の登場で実現できるようになりました。同軸ケーブルではなくスイッチに UTP ケーブルで接続することで、ユーザーはケーブルを共有することがなくなりました。他のユーザーの利用状況を意識せずにいつでもケーブルを使うことができます。また全二重通信の普及によってスイッチと端末間は送信受信別々の経路を持つことができるようになり、衝突が発生することもなくなりました。スイッチと端末間はケーブルを共有しているように見えますが、送信と受信それぞれ別の通信経路を使っているためデータは衝突することがありません。今はスイッチと全二重通信で接続する方式が一般的なので、昔理想としていたいつでも使いたい時に使えて衝突が発生しない仕組みができるようになりました。はい、ここまでがイーサーネットの歴史でした。かなり大きく寄り道をしてしまいましたが、半二重と全二重のイメージが膨らんだと思います。最後に半二重と全二重の違いまとめておきます。先ほど学んだように昔は半二重の通信が前提でした。半二重は送信と受信同時にすることはできません。そのためデータが衝突してコリジョンが発生してしまう可能性があります。イメージとしては一車線の道路です。このようにデータ同士がぶつかってしまってコリジョンが発生する可能性があります。一方全二重は送信と受信同時にすることができます。この仕組みがあるおかげでコリジョンが発生することはありません。イメージとしては二車線の道路のようなものですね。ケーブルの中で送信と受信別々になっているのでコリジョンが発生しません。現在はこの全二重の通信が主流になっています。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は半二重と全二重について一緒に学習しました。半二重の場合は送信と受信を同時にできません。
コリジョンが発生してしまうことがあります。全二重は送信と受信を同時にすることができます。コリジョンが発生することはありません。このように半二重と全二重の違いがありますので、しっかり覚えておきましょう。それでは今回は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。